さあというわけで気づけば1時間半ほどお買い物をしておりました。ちょっとねやばすぎ、もうなんすかここって感じで、ちょっとって感じですね。さあというわけでお疲れ様です、バナートです。今日は八王子に来ております。この長い坂を上がってきました。いや八王子の出張先の現場なんですけど、こんな感じで八王子駅からバスでちょっとこの山道を上がってきまして、これから現場に向かいますというちょっとした合間の Vlog です。ちょっと雨が降りそうでジメジメしてて暑いんですけど、とりあえず仕事行ってきます。さあというわけでお疲れ様です。仕事が終わりまして、時刻は17時30分です。夕暮れですが、夕日はまだまだ全然日は落ちないんで、もう夏ですね。夕焼けな感じかと思ったけど、まだまだ明るい感じです。で今日は八王子市に出張撮影に来てます。まあ、だいたい僕が住んでるエリアからは1時間弱ぐらいかな。ちょっとこの坂から、まあ、若干の山々が見える感じでお送りしております。なんかちょっと15分ぐらい歩いたところにホビーオフとかハードオフがくっついてる建物があるっぽくて、そこちょっと行ってみたいんですけど、ちょっと地図で実際の距離を調べて体力が持てばですね、来るとき本当にめっちゃ大変でしたね。動画であまり伝わりませんが、反対を見るとこんな感じです。かなりな急坂で八王子駅までバスで行く感じなんですけど、ちょっと体力があればそのブックオフハードオフやらに寄りたい。ちょっとこういう街に来ないと、あの大型のブックオフとかって出会えないので、ちょっと気になりますね。さあ、あれちょっとどっかで こっちでいいのかな、どっから下降りるか分かんなくなっちゃいますね。よいしょ。地図を見た感じハードオフまでは10分15分ぐらいですかね。ちょっと行ってみましょうか。こんなところにこの高田交差点の角地にすごいこう突出してるこのベンチエリア、面白いですね。あ、見えてきました。まだもうちょっと距離ある感じですね。あ、でもなんか初めて見るショップとか古着屋さんがあるんですね。リユースショップがある感じで、このエリア楽しそうですね。あ、ちょっと待って、こっちだ。危うく通り過ぎるところでしたが、でかい。見てください、このでかさ。下ブックオフで、上モードオフ、古着屋さんで、すごいこれ。でもハードオフとかも確か近くにあるんですよね。ちょっとワクワク。ちょっとじゃあ一旦動画は失礼して見ていきますね。フィギュアとかは正直ゼロでしたね。今そのオフハウス周辺にいるんですけど、さっきのあの奥がブックオフとかで、ここがすごい面白いな、本当このエリア。どうなってんだろう。今ブックオフを出て正面歩いてたら、今度はオフハウスが出てきました。こうね、生活家電とか家具があるみたいで、こっちがリカーオフですね。お酒のオフショップで、ちょっとどうしよう、どっから、一応入り口が、あ、でもあそこの2階部分ですね。この上がトレカとかフィギュアがあるみたいで、まあちょっと時間はまだちょっとあるんで行ってみましょう。ドキドキですね。すごい、このこれ売ってるんですか。ちょっとすごい、
ちょっとじゃあ見てきます。もうこの時点でやばいですけど、このオフハウスを抜けて歩いた先にホビーオフがあって、こっちにハードオフがあって、こっちにホビーオフがある感じですね。でこう駐車場があって、ガチャガチャエリアがあってですね、ちょっとやっぱこうちょっと都心から外れたエリアのこういうお店、本当にもうディグりたくなりますね。ディグの精神でいろんな掘り出し物がありました。さあというわけで、気づけば1時間半ほどお買い物をしておりました。ちょっとねやばすぎ、もうなんすかここって感じで、ちょっといやちょっと本当にテーマパークでした。もうちょっと本当にやばかったっす。今からバスで八王子駅まで行きます。完全に予想外の長時間滞在になってしまった。さあ今日も動画を見ていただきありがとうございます。暑い暑い夏、皆さん体調大丈夫でしょうかね。私の方はガチャガチャがたまりにたまってしまっております。ちょっとねこれまだ3分の1とかなんですよ、これ今開けてないガチャガチャっていうのは。ガチャガチャねいいなと思って回して、せっかくなんでみんなと、共有したくて、開封をね動画撮りながら開封しようと思って、一旦こうカゴにこうどんどん入れていくんですよ。それが、1ヶ月ほど経ちまして、全然開けれてなかったっていうことでございまして、なのでちょっと古いガチャとかもあるんですけど、ちょっともうランダムにどんどんね開封していきたいなと思っております。すいません。いやーよかったらね、まあちょっとこうかなりガチャ開封、うちの Vlog ではまったりな日記みたいな感じなので、ちょっとこうまあながら聞きとかね、あとはまあちょっと睡眠導入みたいにしてもらえても全然嬉しいので、よかったら最後まで見ていってください。はい、というわけでじゃあどんどん行くんですけど、まあ中がねガチャガチャ見えちゃってるんで、開封っていうよりかはレビューなんですけど、一番ちょっと古いやつからいきます。これ多分買ったの回したのねかなり前、2ヶ月近く前かも。ちょっと狙いの子ではなかったんですけど、じゃんこちらベビーチーズの、マスキングテープです。ちょっとねなんか面白くて回しちゃったんですよね。なんかね、いやー来ましたね、こんな感じで。ちょっとだいぶねチープな、あちょっと待って、これマスキングテープじゃないぞ、ロールシールのタイプですねこれ。なのでこれこんな感じで、ちょっとここよれちゃいましたけど、僕は下手くそで。こんな感じであれですね、実際のベビーチーズに貼ってあるやつじゃんこれいやーいいっすね。なんかでもなんか見方によっては本当にチーズ食べた後にのちょっといやでもいいっすね、まあ、バラエティ系のガチャですねこれ。どんどんこんな感じでこんなにいっぱいあるっていう、これ何枚やってもいいですもんね。まあなんか実際封筒とか止めるときとかにこれペット貼ったりね、実用的でもあるんですけど、いやーちょっと狙いがねちょっとね、実は一番多分人気だと思うんですけど、すごいですよこんなに種類があってまあそもそも QBB のベビーチーズってめっちゃ種類があるんですけど、これですよね、このオリジナルのベビーチーズがすげえおしゃれな感じで、それ狙いだったんですよね。でもスモークとかもすごいデザイン可愛いんですけど、クリームチーズというね、多分味は一番人気なんじゃないですかね。あ、やばい。ね、貼っちゃった。お、パカッといきました。これもね、これもちょっとね、一番地味なの引いちゃったパターンで、これまず物をお見せしますとですね、これ、これなんだかわかりますこれ。これ実はとろけチャウズっていうガチャで、これ氷ですね、アイスキューブがとろけてるキャラクターで、パッと見なんだかわかんないかもしれないですね。でこれもねちょっと狙ってたキャラクターは他にあって
まあ、こんな感じで非常に可愛らしいとろけちゃうずっていうねシリーズなんですけど、アイスキャンディー、キャンドル、アイスクリーム、チーズが欲しかった、僕の視界に入っていなかったアイスブロックが出てきてしまったんですけど、まあでもこれもね、なんかずっと見てたら愛着湧きそうな感じがしますね。アイスブロックのこれとろけちゃうぞというガチャですね。これ確かね安かったんですよね。これ1回確か300円でかなりクオリティも高めなガチャなんですね。楽しげで、これバニャニャっていう、なんかおしゃれですよね、タイトルが、タイトルとかデザインが。で今回これに関しては私神引きです。一番オーソドックスなこのバニャニャ食べごろにゃっていうキャラクターみたいなんですけど、一番オーソドックスで可愛いのが来てくれましたね、バニャニャで一応ラインナップはねこんな感じで、手遅れにゃとかね、未熟にゃとか、こういうちょっ と尖った枠もあったり、あのこの完熟とかね、いろいろこう黒いこの点が入ってるやつとかあって、まあ、一番やっぱでも当たりはねシンプルなメインのキャラかなという感じですね。こんな感じで、いや可愛い、このバナナのこの身の部分ですね、ちょっとこうシワ多めですけど、バナナにしてはまあでも美味しそうな感じで猫が造形されてますね。ちょっと目つぶって感じで、でこれもすごいちゃんとね自立してくれるガチャなんで、いやこれはちょっと結構な傑作ですね。隠れ傑作っていうんでしょうか、僕の中ではだいぶ好きなガチャですね。キャラクターとしても、バナナのクオリティがそもそも高いんで、いやこれ確か300円だったんでちょっと安って思っちゃいましたね。さあどんどん行きましょう。次はじゃあこれにしようかな。この黒いカプセル、これなんだっけ、もうちょっと覚えてないんですけど何が入ってるか。これはなんだろう、あやったわこれ。そうそう、これあのこれはウミウシドラゴンマスコットフィギュアっていうね、すごい綺麗なクリアカラーのウミウシとドラゴンの、まあ、ちょっと特殊な新生生物ですね。やりました、これも。そう、これめっちゃ綺麗で、まあ、ちょっとこれもね、狙いはオレンジのドラゴンだったんですけど、まあでも綺麗なカラー、青の綺麗なカラーが来てくれましたね。これもわー綺麗、あすごいクリアカラーがめちゃめちゃ綺麗ですね。ウミウシドラゴンね、これもすごいですね。まあちょっとこう、集合体的なこういうデザインが苦手な人もいるかもしれないんですけど、僕はかなり好きな感じですね。ちゃんとウミウシの要素とドラゴンの要素がいい感じに融合してますよね。ウミウシって確かこうなんかもうちょっと魚っぽい感じというか、手足とか確かなかった気がするんで、ちょっとこうドラゴンっぽい感じでしっかり自立してくれます。いいね、これはなんかシンプルなウミウシのデザインも、あーやっぱそうだね、このメインのねタイトルの子はかなり当たりかなと思います。結構ちょっとこうブツブツ多めなので、苦手な人は苦手かもしれないデザインかな。うん、あバンダイさんのガチャですね。あこれもしかしたらちょっと最近のめっちゃ新鮮なやつかも。ちょっと待って、あ開かない、よいしょ。あこちらはですね、これはちょっとマニアックです。男性の方で結構年が僕より上の方とかはわかるかもしれないんですけど、SD ガンダムガイデンミニミニカードダスですね。カードダスのミニチュアっていう、あのガチャのミニチュアは結構出てたんですけど、このカードダスのミニチュアっていうのは結構可愛らしいなと思って買っちゃいました。まあ、SD ガンダム全然作品を知らないので何が出ても当たりかなっていう気がしたんですけど、ちょっと待ってね、出てきました。こんな感じですね。いや意外とちっちゃい、想像してたよりもちょっと小さめで、この小さ、あ要するにこれがこれ中に入れるカードですよね多分これ。すごい。で
ちょっとやっぱこの筐体の方が可愛いんですけど、どっちが上なんだろう。ここに貼っていく感じですよね。よいしょ。よし。あ、それっぽくなってきました。こんな感じで。いいですね。結構いい感じのミニチュアですね。わー、すごい。ちゃんとここも回ります。で、これギミックがあるみたいで、この後ろですね。ここに、このさっきのカードのさらにミニカード。これを入れると。ちょっと待って。これじゃあちょっと待って。他のカードも入れてみようか。これやばいっすね。ちょっと待って。どんどん入れていけますね、これ。ここにどんどんストックして。わあ、ぬるっと出てきました。あ、ちょっと入れる方向僕間違ってますね。いや、でもすごい。ぬるっと出てきました。ジム。ジムが出てきた。さらに。おお、すごい。どんどん行きましょう。いやー、これ面白い。ちょっと、これいいっすね。これはちょっと遊べるガチャっていう感じですごいいいと思います。うん、結構おすすめ。いいね。さあ、そして今回、これが一応最後っていう感じになりますね。これもまたね、最近のものなんですけど。最初人気で手に入らなかったこちらです。じゃん。これはもうね、この間トイクロでたくさんお話しさせていただきました、レイジさんのグレープブレインとストリートファイターズのコラボアイテム。すごいっすよね、このコラボで。僕が出たのはザンギエフですね、一番でっかいやつで。これね、ソフビ作家デビューしたコニーさんに1個いただいたものでございます。バーフライでね、コニーさんが回してちょっとたぶっちゃったみたいで、ザンギエフいただきました。じゃじゃん。そう、しっかりこの握るちゃんみたいな感じのポーズして、手の目ザンギエフですね。めっちゃ面白い。いいね。こんなにちっちゃいのにこうちゃんとすごい造形もしっかり細かいっていうので非常にいいなと思います。さあ、というわけでちょっと乗せすぎてちょっとやばい音、カリ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 音してますけど、今日のガチャはこんな感じで以上となります。まだねちょっと開封できてないガチャいっぱいあるんで、いろんなエピソードの合間にこういうちょっとまったりガチャ Vlog ね、久々ですね。この前半ちょっとお散歩 Vlog で、後半こうガチャをまったりっていう、本当にまったりまったり Vlog、まったりエピソードですけども、最後まで見ていただいた方ありがとうございました。またね、なんかちょっとおすすめの最新ガチャとかあれば、まあもちろんね、ケンエレファントさんとかバグはチェック済みなんで、僕の知らないガチャ、まあね、おすすめのものがあればコメント欄にぜひお願いします。で、今日紹介したガチャで、皆さんね気に入ったやつがあれば、それもコメントで教えていただけると嬉しいです。はい、あとねシール、これもおすすめなんで、よかったら回してみてください。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。